詩編第142編。ダビデがホラー穴にいた時に読んだマスキールの歌、祈り。私は声を出して主に呼ばわり、声を出して主に願い求めます。私は見舞いに我が嘆きを注ぎ出し、見舞いに我が悩みを表します。我が霊の我が内に消え失せようとする時も、あなたは我が道を知られます。彼らは私を捕らえようと、私の行く道に罠を隠しました。私は右の方に目を注いで見回したが、私に心を止める者は一人もありません。私には酒どころがなく、私を顧みる人はありません。主よ、私はあなたに呼ばわります。私は言います、あなたは我が酒どころ、生ける者の地で私の浮くべき分です。どうか我が叫びに御心を止めてください。私は甚だしく低くされています。私を責める者から助け出してください。彼らは私に勝って強いのです。私を人やから出し、皆に感謝させてください。あなたが豊かに私をあしらわれるので、正しい人々は私の周りに集まるでしょう。